すごいですね、このパキラね、毎日どんどん伸びていきますね。昨日はこの下のパキラの木をひねり入れまして何やってんだよおいアボカドも生えてる、いいね。あ、じいちゃん寝とる、いいね。はい、じゃあ朝ごはんでも作りますか。朝は何を作るべな、朝は何を作るべな、あ、やっぱよいしょ。これはね、昨日の昨日の汁ですね。汁汁、これでだいたいまゆちゃんのご飯 OK でしょ。あとここにキャベツかなんかの芯をね、わっと入れて煮てやると今日のご飯 OK ですね。これ昨日餃子作りました。餃子作りました。餃子ってさ、炭水化物が入ってるからさ、要注意だよとかさ、書かれてるでしょ。糖質制限で金儲けしてる連中の中にはさ、もうただそういうこと書けばいいだけだと思ってさ、要注意です、要注意です、あまり食べては要注意ですバカじゃねえお前らって思うよね。つまりさ、なんていうの、その炭水化物っていうのは毒じゃないんだから、毒だったら、その毒がどういう基準で、基準っていうのはつまりどういう分子生物学的なその過程を経て人間の体を傷つけてるのかってことは明確にならなきゃいけないわけですよね。でもそれまだ全くわからないですよ。全く明確にされてないですよ。本当に糖質制限の方々には悪いけれども、ブドウ糖がなんていうの、いろんな物質をこう結合してそれでボロボロになるんです、血管ボロボロになるんですよとかさ、ちょうど凄まじく人をバカにしてる本をこの間読んでて、糖尿病はこういう いくつでなってんだよみたいなね、そういうのを読んでて、1980年代ならばそれでいいですよ。つまりね、ブドウ糖がいろんな物質をどんどんくっついてしまって、それによってそのボロボロになるんだよっていうね、あれ、つまりね、結局その自動車とかなんかが錆びるのはこういう理由だよみたいなね、そのそういうイメージなんですよね。それ間違いですから、100% 間違っておりますね。全くダメですよね。あれ、これネギ入れたっけ、入れたっけ、入れると食べさせると怒られるんだよね。こっちだね。うん。これは、これは OK だね。これはネギでしたね。まあ、しょうがないね。じゃあ、この肉だけ入れちゃおうか。ネギ入れたっけ、昨日これ。うん、入れてねえな。うん、入れてねえ。昨日の動画見てみようかこれうめえわ、もったいないです、言わせんの。俺食おうあ、やっぱそれだとはこれだね。だからね、これ、なんだっけ、なんだっけ、磨きニシンね、昨日、一昨日焼いたやつね、もうちょっと古くなっちゃったからね、まゆちゃんに食べてもらいましょう。うまそうじゃろう。もうこれで終わりだね。おまゆちゃんくんはこれで終わりだ。あれ、昨日玉ねぎ、長ねぎ入れたっけな。入れてねえはずだな。入れてねえよな、入ってねえよな。こうやって見てわかるよね、入ってねえから食わせよう。よいしょ。こうやって食べさせてて、動画に撮ってるの？死んだら俺のせいじゃん。いいよ。死なね、死なね。確かに入れてねえよな。ネギ入れてねえんだよ、昨日のあれにも。
なんかネギでさ、犬が死ぬってさ、もうほんとこう、それ考えるだけでもうなんか残飯とか食わせらんないよね。使ってたらどうしようみたいなさ。まあいいの、後で見ておきます。見ておくだけ。それどけどける。はい、じゃあまいちゃんのご飯が出来上がりましたね。出来上がりますね。こっち側がなんだっけ、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 こっち側が、これはあれだね、磨きミシンね。磨きミシンじゃない、みやりミシン。生ミシン焼きま、煮ましたね。それで餃子がありますね。餃子もうまいね。これ入れなきゃダメなの忘れてました。あ、やっぱよいしょ。溶血性貧血っていうのもね、なるんだってね。まあまあ、いろんなこういう食べ物をね、こうやって食べさせるのがいいことですよね。で、これ入れましょう。はい、出ました。こうやってね、見てあげると、めぞーちゅるりな、ちゅるりな、うまいぞ、うまいぞ。やっぱこれでいいね。磨きミシン、生ミシン入ってるし、なんだっけ、豚肉は昨日の夜のが入ってるし、味は、うん、うまい、うまいわ。もう OK。 はい、そしたらこっちのね、魚焼きを持ってきて洗ってあげましょう。きれいにね、温かくされてて嬉しいですね。うちの奥さんがね、もうしてくれました、マスター。でもみんな自分でやろうとしなきゃダメだよ。あれ、なんだっけ、何の話してたっけ。俺怒ってたんだよね、その糖尿病はこういう原因ですよってことがさ、書かれてる本読んでさ、一言、ブドウ糖がその糖尿病の合併症ってことは、ブドウ糖がいろんな物質と結びついて起こるんですよみたいなことがね、書かれててさ、いや、それもう今全くそれ、あの分子生物学的な基礎って言うんですけどね、あの具体的な流れが見つかってないから、これから見つかったらそれはそれでまた考えましょう。でも今のところ見つかってないんだから、そんな見つかってないものをさ、なんかあたかもあるようなことを言うなよって。その、あの、なんていうの、ブドウ糖を使うの、飲酒がないと使われないんだよっていうさ、そういうものすごい間違いを平気で書いてますからね。飲酒がないと使われないんだよっていうのは、それはその通りなんですよ。ただし、それは、あそこです、あそこそこ、あの筋肉組織と脂肪組織においてのみの話ですから、なおかつ脂肪組織、筋肉組織においては運動すると勝手にこう入り込んでいきますからね、中にね、ブドウ糖はね。それはグルト4っていうね、あのグルコーストランスポーターの役割ですから。それでグルト4についてもたまにか、あの取り上げてる、あの嘘本があるんだけど、グル
ト4についてさ、ちゃんと理解し、書かれてないっていうのは間違いですよね。書かれてない場合が多いですね、ありますね。それはもう僕が間違ってるのはやめてもらいたいですね。真面目な話、そういうのを読んで信じるわけだから、素人の人ね。ちゃんと勉強して、これ間違ってるって分かる人ならいいよね。俺なんかもう、勉強したおかげで今こうやって、ちゃんと食事を作ればいいんだっていう結論に達してるわけだからね。これは前の方がいいな。ちょっと上がってやって。味噌も焦げちゃうからね。ちょっと軽く洗ってこうやって入れればいいですね。これ一緒に焼かしゃも焼いちゃおうか、しゃもね。最後これ麹でやってましたね。ね、こうやって焼いて。ここに、ちょっとなんか、ピンクのも、焼こうかなと思っております。鶏肉はね、照り焼きにしましょう。照り焼き。本当にもう世の中嘘ばっかり書かれてるね、ああいう。もうね、お前本当のこと、お前が言ってることそんな本当なのかって言われるかもしれないけど、少なくとも僕はあんな嘘は垂れ流さないよね。それで、今僕が知ってることって本当正しいかどうかわかんないけれども、基本的にはもう、それは正しいって思っていいと思うことしか考えないからね、そういう意味ではね。でもね、毛細血管を、毛細血管が、なんて言うんだっけ、やられちゃって、なんていうの、ブドウ糖がそういうのとこう反応することによって、これちょうどいいじゃない、これね、このまま焼いちゃおう。今日くるくるって巻きますからね。ただちょっとこれ塩コショウねしないとダメですね。塩コショウはこれを使おうか。今日はマキシマム、だから糖尿病だけじゃないんだよね。それはね、すべての病気に対して、ものすごく単純な考え方で成り立ってると思い込んでるから、ひどいよね、あれは。もうちょっと嫌になりますね、見てるとね。見てるというか、言われてることをそのまんま信じ込んじゃうとね。マキシマ。今こういうの流行ってるんだって。だからもう、なんていうの、血管がボロボロになるんだよと。それで、足の毛細血管がボロボロになると、エソになるよ。それ、何で、腎臓の毛細血管がボロボロになると、腎不全で透析になるよ。それすっごく分かりやすいけどさ、眼底がブドウ糖とくっついて眼底の血管がボロボロになると糖尿病性の眼底網膜症になるよいやそれ単純でいいんだけどさ、だってそれだと血糖値が高いことが原因でそうなるんだよってことだけど、どのぐらいの血糖値から高いボロボロになるのっていうのを、それボロボロさ加減の方から分かるのっていうと、これ分かんないわけでしょ。ボロボロさ加減ってのはどのぐらいのものかっていうのはね、確かにあることはあるんだけど、ボロボロになりますよ。僕も最初の眼科行った時に、お前もう眼底網膜でボロボロだから、これ糖尿病だからレーザーで焼けって言われたからね。でも結局はそこでは絶対に焼かないって言って焼かなかったんだけど、焼いたらもう元戻らないと知ってたから。それでじゃあ血糖値が高いおかげでなるって言うんだったら、それなんとか治そうって、それで頑張れたわけだけどさ、
でも今考えてみるとさ、血糖値の高いことと眼底網膜症の元のその裏に眼底の血管がボロボロのことってさ、全く因果関係にないんだよね。相関関係はあるんだけど因果関係にはないっていうのは僕いつも言ってることだけど、あの眼底の血管から、新生血管っていうのが生まれ出てきて、その新生血管っていうのが出ていって眼底にこうずっと入っていって、その新生血管がボロボロになるわけでしょじゃあ新生血管が問題なわけでしょ。普通の眼底の網膜、眼底のその毛細血管が問題なわけじゃないわけでしょ。それちゃんと言えよって言わないね、全くね、間違ってるでしょ。それ本当にひどい言い方、やり方だよね。それね、人をバカにしてる。何しようかな、今日は薄揚げの味噌汁とか揚げ物にしようか。大根も少ししかないから昨日に引き続き大根の味噌汁とかね。で、僕の今の考え方って何かっていうと、商品化された食事を取るっていうことは非常に問題なんじゃないのってことですよね、僕の今だったら。これは明日のまゆちゃんのご飯。商品化された食事っていうのは、この細胞の中にあるような、細胞の中にある様々なその要素、水溶液なわけですよね、一個一個の細胞の中に。一つの細胞の中に、80億のタンパク質が存在すると言われてます。それで80億のタンパク質っていうのは、寿命は本当にあの数分か数秒から数日なんですよ。つまりその寿命が過ぎるともうみんなバラバラになってしまうわけですよね。それで、私たちがあのこれで栄養大丈夫だよっていうふうに言われてるでしょ、太鼓判を押してるね、医者がね。あれって何かっていうと40種類程度なんですよね、せいぜいでね。で、まあいくら増やしていったところで80個ある細胞のそのタンパク質のどれをどういうふうに体の中に入れて食べていくのかってことは全く医者になんて想像もつかないんですよ。それは食べて美味しいと思う私たち自身の身体というコロニー自身で決めることですよね。それをさ、なんかわかんないけどさ、医者はもうあんたの考え、あんた以上にあなたのことを知ってますみたいなね。そんなことねえんだよ。食ってうめえって思うものこそが重要なわけでさ、それをちゃんとわかりもしてないんでさ、だまあ、あいつらってのはさ、知ってるようなふりして、他人を騙すのが商売だからね。これは先生術の昔から科学者のやることだからさ、そんなことを本気にしてたら死ぬよ。辛い辛い思いして。だから絶対そんなこと考えちゃダメ。そんなんだったらこうやって素材からちゃんと食事を作りましょうよ。そうするだけでいいはずだから。俺はそれを今できるはずだと思ってやってるからね。やっぱできねえかもしんねえよそりゃ。でもやるだけの価値はあるじゃない。医者行ってさ、これで大丈夫ですって言われるものをさ、食ってさ、食って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 人生ずっと過ごして、最後になったらやっぱダメでしたね、あなたには合いませんでしたねって終わるわけだろ。うんな、お前一生お前人に金払い続けて、まあ、全部嘘だったなんて言われたらどうすん、お前の一生何だったんって言われるぞ。何だったんだろうねやっぱ一緒に金払うために生まれてきたんじゃねえんだよな。自分で人生を楽しむために生まれてきたんだから、ちゃんと料理作って生きていこうよ。いいね、ムードメーカー。5分中火でいくか、中火でいくか、いいな、なんかどっちでもいいな。はいはい、じゃあ水から、これをねましょう。そうすると今日はもう終わり、終わりってことはねえの。でも眠くてしょうがねえんだね、もうね。俺は眠くてしょうがねえんだぞ。やっぱ水から見ましょう、水からね。
で最後これあの青い納豆入れますから、そうすると美味しいからね。うちまめ入れようか。うちまめ、うちまめ、他人に命を預けちゃダメだよ。医者が太鼓判をしてる食事なんてのはろくなもんじゃないんだから。それってつまり1960年代の解決状だとかカッケだとか鳥目だとかそういうあのその当時ものすごい猛威を振りつけた病気に対しては正しい、それは正しいことだ。でもそこまで、そこまで、まあやっぱどうすか、青いでよか、医者の言う通りにしてたらさ、幸せになるなんて思っちゃダメだよ。そんなことなるわけねえんだから。医者はまあ薬売るために来てんだからさ、医者の言うこと聞いてたってしょうがないよ、しょうがないよ。この中に入れておこうかな、乾燥してないようにね、これね、こうやって。で、これが、後で、これ明日のまゆちゃんのご飯まゆちゃんのご飯、やっぱそれこれがこっちはね、でこれは最後にまた入れてあげましょう。そこね、ロックだね。あとは何に入れればいいんだ。あ、だし入れないんだ。だし入れましょう、だし入れましょう、だし入れましょう。あ、だしがない、だしがないときは最高、最高だ。やっぱやっぱこれやね、これほんとしや味の素おいおい、いろいろでまあね、素材から食べるためにはね、どうしても出しはいいんだよね。だしもちゃんと本当に取らないでいいのなんですよね、言う人いるかもしれないです。それは揚げ足取りっていうね、だしはそもそも乾燥工程通るから全部ね。だまあ大して変わり目はないんやったって、何でも同じぐらい。逆にだしの味をちゃんとお味を分からないと美味しさが分かりませんなんていうのは嘘ね。素材の持ってるこういう水をね、ちゃんと受け継いだ食事っていうのは何よりも大事。それができなかったらダメ。素材から大事に使う、作る。この細胞の中にものすごい数のタンパク質や脂質が入ってるでしょ。細胞膜はそもそも脂質でしょ。その脂質ってのはオメガ3のオイルとかなんかが使われてるわけですよ、その脂質の中にね。だからそれ食ってりゃいいわけですよ。わざわざオリーブオイル舐めろとか飲めとかさ、あのバカみたいな番組でさ言ってるよな、あのなんだっけ、オメガ3オイルを取るべきですとかさ、オメガ6がいいんですとかさ、何言い出すかと思ったら、オリーブオイルをトマトジュースに入れて飲めとかみたいなね、バカじゃねえあれ。でまたそれをさ飲んでるさ、あのなんていうの、バカタレントがさ、美味しいですね、これで私動脈硬化にならないんですよ、これバカじゃないです。そんなこと信じて命預けるんかよ、人に。なるよお前、絶対まあやっぱなるよお前なんつってね。どうするんだろうね、キノコ。はい、何作るかな、次は。あと肉ちょっと焼いて終わりにしましょうかね。肉はね、ちょっと鶏も焼いてたけど、これがちょっと残ってるから、これちぎって焼いて終わりにしましょう。ちぎって焼いてね、これちぎって焼いて何入れるか、これ旬揚げと肉をちぎってやってテリテリにしようか、うん、そうしよう。で、しいたけなんかにしいたけとこれね、あ、なめこ汁にするつもりだったんだ今日。今思い出しました。なめこ見たから。なめこ、これ前でもちょっとあげようと思ったんだよね。
何反省してんだこれ。じゃあナメコをちょっと、ナメコちょっと1個ぐらいナメコやっつけよう。そうやって、あ、それで別に、まあこれは別に作ればいいんじゃない。ナメコはナメコでこうやっちゃいましょう。はい、終わり終わりだって、終わんねえよ、始まりだよ。あ、これ沸騰しちゃダメだよ、沸騰しちゃダメ、沸騰はさせない、とにかく沸騰させない。沸騰させるといろんなタンパク質変質するからね。これもうちょい、もうちょい煮てもいいかな。まあいいの、これ食っちゃおうか。大根もね、結構これガタガタって煮えたい、塩入ってガタガタって煮えないと、味噌入って煮えるからね。味噌入って煮えるっていうか、あの外がしょっぱく、塩分濃度の高いスープの中に入ると、濃度差があるから、その植物の中にこう食べ物の中にずっと入っていくでしょ。それで柔らかくなるからね。で、こうやって入れてやったらガラッと煮立てるわけだけど、その前に味見してね。難しいとこだな。もうちょいだけ入れてやろう。もうちょいだけ。ちょっとちょいすぎるぞ。もっと多めに。あれだよね、大根ってこう、味吸うからね。はい、じゃあこれでガラッといきましょう。で、ガラッといくときにこれ入れてやるとね、ちょうどいいわけですね。これおひたしとしてですからね、このまま食えばもう、おひたし食うのと一緒だから、おひたし食うのと一緒なんだよ。で、ガランチョガランチョってね、見えていきますね。はい、OK。はい、火を止めていこうね。よいしょ、こちらね。これがね、来ましたね。これちょっと弱火にしようか。ししゃもがね、もうボロるから、これ。こっから弱火でいきますかね。ししゃももね、うわ、焦げてるね。こうやってね、上下返して。はい、うん、これも美味しそう。これ鮭だね、鮭の麹漬けにしたやつですね。なかなかこれ美味しいですよね。こうやってこれをまたこうひっくり返しちゃうか。うまそうじゃの。はい、じゃあこれを5分、弱火でいきましょう。シャモがいるからね。で、今度はこれをまず焼かないとダメでしょ。なめこ煮るでしょ。なめこ煮ないとダメだね。最初なめこ煮ようか。最初なめこ煮ようか。なめこここ。なめこここ、なめこここ。このぐらいでいいね。ちょっと多く、多すぎると困るからね。それがいります。ここにじゃあ砂糖を入れて、沸騰したところで、醤油を入れましょうね。こんなぐらいね。はい、はい、オッケーね。お、また飛んだ。おい、飛ぶな。飛びます、飛びます。また地面落ちましたね。
こうね、気をつけましょう、気をつけましょう、こう、今度緩くね巻いてって、はい、ここからね、ここからガタガタと行きましょう。はい、じゃあ次これね、これも豚肉で、椎茸と白身の厚揚げをちょっとね、一緒に煮てやろうか。炒めてやるだけだね。ピーマンかなんかも切ろうか。白身揚げね、これ早く使ってやるみたい。マンダム1234。これだけだとね、ちょっと寂しいんだよね。まあ、こうやって切ってやってゆっくりとね、このので炒めてあげてね。よいしょ、ね、悪くない。はい、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。これね、このままこっち行きましょう。でこっち側でフライパンを、はい、これね、火と弱火にしましょう。火と弱火にして、フライパン、昨日は生姜焼きにしましたよね。今日はちょっとあの白なんだかと一緒に焼いちゃいましょうかね。弱火でやるとね、比較的あの開いたまんまやられていってくれるんでね、ちょっと OK ですね、こうやってね。ピーマン切るか、ピーマン切るべ。あるピーマン、人参、人参くん、ぽやっぱー。それでここでしょ、これこっちね、これね、これあんな感じでしょ。それでそこは、チンプリサラ、チンプリサラ、チンプリサラ、ここにチンプリサラってあるんでね、ちょっとこれこうやってね、入れてあげましょうかね。はい、これ OK ですね。こっち側これね、ぽやっぱー。こうやってね、まずはこの人たちが入りましたと。人参もね、入れてみましょう。よいしょ、おピピピってあります。肉をね、ちょっと上に上げてあげてね、フリル、これで下のやつはね、これでガーッといっちゃいますから。はい、もう一丁、もう一丁、ほんまそうじゃない。これもうちょっと弱火でいいのかね。この人は味噌漬けでしょ、これ味噌漬けね、味噌漬けの人ね、この人ですね。美味しそうじゃろ。あ、麹漬けだ、これも麹漬けだよね、シャもね。じゃあもう5分弱火でいくか。そうするとシャもはもうパリッといくね。これもこの人もこれもう5分かな、弱火ね。はい、 OK。 でこっちはね、できていきます。はい、はい、入りましたね。こっち弱火ね、こっちも弱火、切ってますね。今入りました。いい感じだね。それであとは醤油でセリッとやればいいけど、ちょっとまだ肉が赤みありますからね、油入れてやった方がいいかね。ごま油ちょっと敷いてあげますか。照り入れてみましょう、ごま油でね。はい、ごま油、ごま油、じゃりと入れて、
はい、これ6回だね。ちょっと火を強くしましょう。通常にしようか。それにしたもね、その方がね、結構残ってるから、あれを入れてあげよう。そうすると、あれが固まる。やばい、その幅もうダメになりそうだからね。そんなに入れてみて、はい、その刃入りました。こうやっぱ弱火にしてあげて、うん、うまそうじゃの。皆さん、そうですね、お湯を入れて、うん、今日は砂糖入れないで醤油だけですね。まあ何でもいいんだ。やっぱ、ああ、このなんとか団子がね、味吸ってくれますね。で、ちょっとだけみりんでも入れちゃおうか。みりんどこだ、みりん。ねねか。ありました、ありました。強火にしないとね、ダメね、みりんはね。入れるときはね、はい。入りました。全体にね、味を回してあげて、そこがね、すごくいい香りになってます。だから冷蔵庫にあるものをどうやって組み合わせたらうめえのかってことはね、わかんないと料理できないよね。知りたいね。お店に出せますよ、店長。どこの店。それ美味しいよ。その香りが素晴らしい。いろんな意味でね、お店に出せるかもね。はい、何でもいいよ。やっぱ何でもよくねえよ。美味しいものを食べれば元気になる。美味しいものを食べれば元気になる。これどんなだね。これこうやって落とし蓋で、落とし蓋すると煮飛ばさないで、長く煮れますからね。これ開けてやると今度水蒸気ずっと飛ぶから、すぐなくなっちゃいますからね。うん、おいいね。まずは3枚ぐらいさ、3枚ね。まずはこれ OK だね。鮭 OK でしょ。鮭 OK。 よいしょ、うまそうじゃろ。で、シャモも OK ですね、もうね。はい、で最後この人ね、この人もうちょいかな、もうちょい行かないとダメだけど、醤油足してるか。いいかな、醤油な。このままでいいのかな。もういいか。もういいな。よし、もういいことにしよう、この人も。もう一回終わり。その人は、ここだね。これだね。こんな感じでってやって。ただし、これ、このままじゃ食えないから。刺身包丁でね、切り目入れて。みんなこうやって外から焼けた上で切ると中があっさりしてるから美味しいんだよね。熱くて指が熱い。ね、こうやって食えますからね。これこう一本入れていくか。ちょうど一口で食えるぐらいの大きさをね、作ってあげましょう。はい、これで OK。はい、一丁あり。網焼き器でね、同じようにやるのがコツですよね。
これもね、もう大体見えてきましたね。もうちょいだね。はい、そしたらここをちょっとかざしますか。よいしょ。これはこことこの人たちはみんなあっちだね。よいしょ。はい、1、2の。一緒でいいな。しまえないからね。どうか。なかなか、これがいい、これがね。おっとっと、もう少しだ。最後に。ここぐらいまでね、煮ておけばもう OK ですね、これね。ここに入れてあげましょう。うまそうじゃろ。またかぶってやるか。なんかちょっとあれだよね、豪華な朝ごはん。はい、じゃあ皆さんもおいしい朝ごはん食べて元気に一日過ごそうじゃございませんか。え、まだ朝5時だよベイビー。寝よ。10時ぐらいから仕事してたんですね。はい、じゃあね、バイバイ。